この授業はシャッターの内側だけの創意工夫で、従来にない売り上げを作っていこうということで、まあ2割ぐらいですね、目標2割アップぐらいを、お金をかけずにシャッターの内側だけの取り組みでしていこうということですね。で、基本的には、まあ、従来のお店でお客さんから見ても陳腐化しているわけですけれども、それを直していくスタートのところで、こういうところをこんな風に変えてみたらどうですかっていうような、まあ、ヒントになるようなことをお話をさせてもらって、あとはそれをですね、それの延長っていうか、それをヒントに自分でどんどん、中を変えていただく、そしてそれに対するお客さんの評価といいますか、お客さんの行動がどんなふうに変わるかというのを見ながらですね、またやり方を変えていく、続けていくというようなことをずっと繰り返していく中で、皆さんの頭の使い方といいますかね、工夫の仕方、そういったものをだんだん変わっていくというような取り組みです。で、今実際的にはこの商品をどんなふうに今並べられたんですかね。実際今取り組んだのはですね、これも、カゴなんですけども、心当たりにだとか、まあ、持ち強いに置いてあったんですけども、一箇所にまとめることでですね、お客さんの目が集中しやすくなるということ、それから、まあ、選びやすいということですね。同じようなカゴはカゴだけ並べて、背負いカゴですね、背負いカゴとそのカゴみたいに並べを、変えまして、お客さんがカゴに来たということですと、カゴが一望でですね、どの大きさのがいいのかということが探せるというような感じですよね。見られるということですね。そういうお客さんに、お客さんが目的で来た買い物がいかにスムースにできるかというのを一つのテーマにしています。で、それがスムースにいくことでですね、お客さんもスムースに買い物ができたら、まあ、満足が高まりますし、じゃあついでに他の商品も見てみようかなというような感じですね。いわゆる回遊とか関連購買、衝動買いっていうのは、私メインの買い物がスムースにいった結果としてそういう方向につながっていくんじゃないかというのは、まあ、そういう仮説でやってますね。はい、ここは山梨県の韮崎市の野良屋さんというお店です。コンビニエンスの店舗です。比較的この農村部の地区にある店からご案内しました。終わります。